どうも、スターアイランドです。それではアンアースの続き、やっていきましょう。今回で最終回となります。ジキル博士、なぜここに？この人がバードマスクか。ついにこの物語の真相が明かされるのですね。ここが地球じゃないの？アンアースなのに地球じゃなかったのか。結構未来の話だったんですね、この物語。バードマスクよりも先だったのか。というわけで、いよいよバードマスクとの戦闘です。エラーを消去するってどういうことだろう。うわ、やっぱりラスボスというのもあってかなり強い。これはアイテムをうまく使わないと勝てなさそうですね。勝ちました。でもまだ何かある予感がする。どういうこと？やべえ、めっちゃ鳥肌立った。人間だと思い込んでた人たちが、全員アンドロイドだったなんて。確かに今までの目的も、全部プリスちゃんの憶測に過ぎなかった。バードマスクの言ってることが真実なのでしょう。パート5で裏切ったマルウェアちゃんの発言は伏線だったんですね。ジキル博士って実はめちゃくちゃすごい人物だったんだな。このことから考えると、ドープエルちゃんもプリスちゃんももうすぐ壊れてしまう。しかも、あのジュンやドープエルちゃんの母親のように暴走しながら。それでも、ジキル博士はドープエルちゃんたちの味方でいてくれるんですね。アンドロイドと分かっていても、最初から最後まで人間と同じように接していました。嘘だろ。プリスちゃんが。
もうやだ。これめっちゃ精神的に来るわ。まさか最初のあの雰囲気からここまで一変するとは思わなかったです。なんとか救う方法はあるのか。ダメだ、もう何をしても助からなさそう。機械を直すアイテムもないし、攻撃するしかないようです。この状況で攻撃しかできないとか本当に辛すぎる。一部のホラーゲームより精神的に来る。何より BGM が本当に怖い。今までの BGM の雰囲気の面影はなく、ただただシンプルで不気味。うわぁ、ここでポーズが変わるのか。セリフもより痛さを感じるものに変わってますね。演出が凝ってる。最初はあんなに元気で毒舌だったプリスちゃんが、こんな姿になるとは誰が予想できただろうか。そしてどんどん弱っていってる。とうとうほとんど喋れなくなってしまった。最後の最後に手を差し伸べてる。そして、ドープエルちゃんの名前を呼んでいます。その姿はあまりにも切なく、心が痛くなります。ドープエルちゃんが初めて喋った。ここからどんな展開になるのか全く予想できない。ちゃんとハッピーエンドになるのかどうか心配すぎる。バルさん、パート4以来ですね。初めての1対1の戦いです。絶対に負けられません。この戦闘も、今までよりもずっとシリアスですね。勝ちました。ドープエルちゃんが強くなったからか、想像よりは苦戦しませんでした。兵士らしい死に方をしたバルさん。もう二度と生き返ることはない。ブラックフォックスさん、随分と久しぶりですね。ということは、ブラックフォックスさんも敵になるということか。かつての仲間たちが次々と悲しい展開になっていく。助かる道がある？そんな重要な情報を教えてくれて、本当にありがとう。それでも戦わないといけない。まさかこんな形で再会することになるとは、悲しすぎる。こちらも勝ちました。あまり攻撃してこなかったので、最初から死ぬ覚悟だったのかもしれません。ただのボックスになってしまった。これは死を意味しているのでしょう。
ストの予感がする。バードマスクは体を乗っ取ることもできるのか。ジキル博士がついに乗っ取られた。というか BGM 怖すぎる。どういうこと？ジキル博士。まだ意識が残っていたのか。しかも、あらかじめウイルスを仕掛けていたのか。さすがのバードマスクもこうなることは想定外だったようですね。それでも、残りの力を使って戦いを仕掛けてきましたね。ラスボスというのもあり、かなりの強敵になるでしょう。ちょっと待て、今の絶対避けられないだろ。まさかここで負け戦になるとは。やばい、このままだとやられる。は。まさか、でっかー。ここでデッカーが出てくるのは熱い。助けに来てくれて本当にありがとう。お宝？もしかして。やっぱりあれデッカーだったのかー。お。エイトちゃんも来てくれた。これはマジで展開が熱い。どんな時でもブレないデッカー好き。なるほど、ジキル博士のおかげで成功できたのか。これでいよいよ本当の決戦ですね。最後はノーカットでお送りします。最後は、ドープエルちゃん、デッカー、エイトちゃんの3人で戦います。最後の戦いなので、今回は攻略法を教えながら戦っていきたいと思います。まず最初に、ドープエルちゃんはミラーを使って攻撃を跳ね返します。次に、デッカーは不意打ちを使い続けた後、国家権力で SP を回復させます。そして、エイトちゃんは暴言を使って相手に大きな攻撃をします。これで1ターン目はいい感じに始められるでしょう。次に、2ターン目以降の攻略法を教えます。ドープエルちゃんは、ひたすら SY ジェミングで攻撃してください。デッカーは1ターン目と同様、不意打ちを使い続けた後に国家権力を使います。エイトちゃんは、スーパーグリーンピースなどで味方の HP を回復させます。この行動を繰り返していれば、簡単にバードマスクを倒すことができると思います。万が一の場合に、HP や SP を回復させるアイテムも準備しておいた方がいいでしょう。とにかく、戦闘不能にならないようには気をつけてください。それでは、あとはラストバトルをお楽しみください。
最後の最後でプリスちゃんの名セリフを言うのは感動する。ドープエルちゃんとプリスちゃんの友情が強く伝わる、そんなシーンでした。決まった。これで戦いは終わりました。バードマスクの元の体だけが残っていますね。そりゃこの反応になるだろうなぁ。でもプリスちゃんのあの姿で、全てわかってしまった。そうか、やっぱりこの二人も見ていたのか。ものすごく長いな。はい、というわけで、アンアースの実況はこれで終了となります。最終回がまさかこんな終始シリアスな展開になるとは夢にも思わなかったです。最終回は意外な形で終わりましたが、基本的にはネタ満載でとても楽しかったです。ほぼすべての音楽やグラフィックが自作という点や、個性の強いキャラクターたちは、とても物語を盛り上げてくれる、素晴らしいクオリティでした。ウディタとは思えないようなシステムもあり、難易度もそれほど高くなかったので、操作性や独創性も優れている、と感じました。スパイ033、素敵なゲームをプレイさせていただき誠にありがとうございました。とても夢中になれるゲームなので、他の方にもぜひ遊んでほしいと思っています。現在はアンアース2という続編もあるので、そちらもぜひ遊んでみてください。あと皆さんに聞きたいことがあります。皆さんは、このゲームに登場したキャラクターで誰が一番好きだったでしょうか？個人的には、デッカーが一番好きです。最初はただのクズキャラに見せて、最終的に大きく印象を変えるのが最高でした。どうやら成功したようですね。あれ、ハイド博士？ジキル博士、生き返ったんですね。やっぱりか、パート6の時に言いかけてましたからね。よかった、デッカーもちゃんといる。デッカー、あなた本当にいい人だなぁ。ありがとう、デッカー。絶対照れてる。本当に良かった。これでようやく家に帰ることができますね。ドープエルちゃんのお母さんも復活してる、嬉しい。この部屋に大きな変化はあるのかな？
あ、音楽が聴けるようになってる。つまり、ここでセーブしておけばいつでも音楽を聴くことができるということですね。スパイ033の音楽ってどれもいい曲ばかりだよな。この実況が終わったらじっくりと聴いてみよう。あ、ここも若干変わってた。ドープエルちゃん普通に話すようになりましたね。おかえりプリスちゃん。プリスちゃんも毒舌だけど優しくて好きなキャラクターです。オールアース。これは、すべての地球の物語。よかった、ちゃんと最後の最後でハッピーエンドになれて、本当にいい話でした。それでは、ご視聴ありがとうございました。